の出ない爽やかな夏でしたね。あ、そうですか、うん、あのほら、こんばんは、第133回しゃべくり松代です、今日は5月13日長野はなんとこの5月13日にして30度を超えました。そんな真夏日でしたけれども、ちょっとでも爽やかな30度でした。そんな、長野は松代からしゃべくり松代お届けします。よろしくお願いします。今日のゲストなんですけれども、見てください、このずらっと並んでいる布造り、はい、この布造り、こんな素敵な布造りを、作っているボランティアグループの赤い花尾の会の皆さんに来ていただきました。こちらです。こんばんは。こんばんは皆さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、こんな素敵な布造りをね作ってらっしゃるということなんですけれども、早速ちょっといろいろお聞きしていきたいんですが、島津さん、はい、赤い花の会は、はい、いつ頃できたグループなんでしょうか。そうですね、もう何年も前ですね、輝き広場で募集がありました。その前に私長野の方で何かやってたから、そこ行こうかなと思ってました。ちょうど新聞館ね入ってきましたから、早速1月の5日頃に申し込みに行きました。1番ぐらいに、うん、それからずっと楽しいから続けてます。はい、確か平成17年の1月でしたよね。 それから数えるともう8年目に、はい、8年、島津さんはその8年間ずっとメンバーでいらっしゃるということなんですね。今は何人ぐらいいらっしゃいますか。12人ぐらいですね。12人で、はいはい、輝き広場のお部屋で活動をされているということで、はい、あれですかね、この布造りなんですけれども、あれですか、じゃあちょっと 会長の代表の青木さんに、お聞きしたいんですけども、この布造りは何で作ってらっしゃるんですか。いらなくなった木綿の切れを主に使ってやっております。で浴衣とか、あるいは T シャツ、
あのジーンズなんかもね、あのちょっと硬いんですけれど、かかとの方に使うととてもあのいいのです。ジーンズも、ね、そういうようなものを使ってやっております。するとまあ身の回りの整理もできますし、エコですね。エコですね。そうですね。そうか、もう、あの捨てようかなと思ってたものを使ってリサイクルでやってるってことは、なんかこう捨てられそうになってもまたなんかそこで新たな、そうですね、命がなんか吹き込まれる感じがしますね。物は生かして使う。物は生かして使う、いい言葉ですね。なんかこのね、あの布通り見るとよく見るとこれ松代荘の浴衣の柄のような気がするんですけど、そんなものもお使いなんですね。今までずっと使ってたんですね。そうですね、うん、この頃はちょっとこの頃はね、ダメですか、入らなくなりましたけどね、うん、あの松代荘さんでこう いらなくなっている方ももらって作られているて、まあいいですね。すごく人気がありましたね。ね、ちょうどなんかこういかにも松代って感じがしてこれもいいですね。はい、なんかあれですね、なんかこうね、不要なものを生かしてやってるという活動で、この布造りの良さというのはどういうところにありますか、美穂さん。健康。健康。一番に健康と、まあエコとは言いますけど、そうそうはね、あの使えるもんじゃないと思ってました最初はね。だけども、こう履いてみて、この表面のこのザラザラからここのここへ指が入るということで、とってもね健康にいいってことをお聞きしたもんですから。そうですね、はい、今ねみんな裸足にならないんですね。なかなかねこの指を広げてなんかやるってことがないもんですから、これはうんといいってことで。なるほど、はい、指を広げてこう鼻をねそうなんですがっちり掴んでいくと、はい、そういうことですね。足からね健康になるとか言いますもんね、はい、ですね、そうするとこう布通りの良さっていうのはもう廃品利用にもなるし健康にも良くなるし、もうこれで2つもいいことがあるわけですね。はい、ありますね。すごいですね。でもこれあれですね、すごく硬いんですけど、うん、実際ねこれ編むの大変だと思うんですが、今日はなんと島津さんがこの編む実演をしてくださるということで、はい、じゃあちょっと島津さん、はい、スタンバイしていただいて、これから鼻をつけますんで、はい、見ててください。鼻をつけですね、はい、じゃあちょっと島津さん用意していただいている間にちょっとこの布造りを作る上での苦労話なんかもお聞きしたいんですけど、結構苦労されてるとか聞いてるんですがどうでしょう、その辺は。苦労だらけですね。苦労だらけですね。右も左もね本当にこれがねこういうふうにちゃんとならない。あ、大きさを揃えるのと、うん、鼻の長さを揃えるの、うん、なかなかね、うん、同じように色を分けといても、うんうん、なんとなくちょっとずつ違うんですよね。なるほどね、うん、右左いっぺんに編むわけじゃないし、はい、そうなんです、2段に重ねて編めるわけじゃないし、はい、そうなんですよ、ね、右やって左やってで鼻をつけて、あ、見てください、ちょっとあの島津さんが今鼻をつける実演を始められています。青木さん、これはどんな作業ですか。ここはあのそれはあの鼻に変化をつけるためにねじりを入れてんですね、島津さん。そうです、ね、あ、ね、2本取りなんですか、これは。1本でもいいんですけど、色をきれいに入れるために、きれいに入れるために、あの2本にしてねじっていくとあのきれいに出ますので、なんかね、あのこれが喜ばれますね。あ、なるほどね。あのここにねたくさんあの布造りね今日持ってきていただいてるんですけれども、あの鼻緒の色とか草履の色もねすごくバラエティなんですけど、この辺もあれですか、どんな風に考えてやってらっしゃるんでしょうか。島津さんは大変これお上手ですけど、私は技術がないので一色でやっちゃうんですけれどね、あのその鼻緒を濃い色が何かでパッと引き締めると、うん、あの草履が全体に引き締まって綺麗に見えます、うん、これがいいもんでね、これ白っぽいとこへちょっと色の濃い花をやると、うんうんうん、やっぱりこれがちょっといいなと目を引いて、なるほどね、それを編みながら考えてやってるってことですか。へえ、あのこっちのね布草履見るとあの赤とかね白とか混ざってるじゃないですかね、こういうのもじゃ あの編みながら考えてやってるってことですか、ね、それは
どうでしょうか、大変ですか、やっぱり。やっぱりね、だからキレを集めるのが大変。あ、キレを ね、そう、どんなキレでもいいってわけじゃないので、うんうんうん、する仕方がないから、うん、あのこうミシンを使って、うんうん、灰で、うん、あの細かなの灰で、うん、あのカラフルにしてみたり、いろいろ工夫しますけれどね。なるほどね、あ、いろんなキレをね、剥ぎ合わせて、捨てないで剥ぎ合わせて。そうです、すごいですね。さっきちょっとこう、編んでるね、キレを見せていただいたんですけど、これですよね、あの折ってあるんですよね、これも。これもね、やる人によって、はい、こういうふうにちゃんとやった、アイロンかけてあるんですよ。あ、アイロンかけて、はい、だからこんな綺麗にピチッと、ね、でうちの会長はね、これをね、こういうふうにしなんで、ここやってミシンでトゥヤーっとこういうふうに、あ、ミシンで塗っちゃって、はいはい、で一本の紐にしてから、そうなんです、そうなんです、そういうやり方もあるんですね。そういうやり方をとりあえずやってますね、うちのグループは。そうなんです、ね、だからこのバラバラの下のをこういうふうに紐にすると、こういうとこからあのこういう縫い目のバラバラとか、こういうのが出ちゃうもんで、あんまり綺麗にならないって言って、こういうふうにアイロンをちゃんと、島津さんはこれちゃんとアイロン全部これかかってます、アイロン。あ、島津さん、あれですね、今あのこっちでお話ししてる間に、ずいぶんできたようですけれども、鼻緒がついたんですね。綺麗、はいはい、に鼻緒つきましたね。やっぱりこの鼻緒がしっかりついてないと、うん、あれですよね、草履履いた時にね、走ってたら急にね、鼻緒取れちゃったみたいな。そう、スコーンとなったりする。今編んでてみてどうでしたか？やっぱりね、難しいから、草履っていうものはね、駆け出しと鼻をつけと、あと下のかかとのくくるところ、これはとっても難しいです。そしてあの両方ね、一足っても両方右と左あります。これを揃えるってことがまた難しいし、同じところがね、4回も5回もほどいて直すこともあるんです。なるほどね、何回も何回もほどいて、そのやっぱり両方同じ形にやることは難しいです ね、うん、ね、何年やっても1年ですいや素晴らしいですね、そういうね気持ちが。だからこそこんな素敵な布通りになるし、うん、やっぱりこれをね、あの剥がれた人もやっぱり気持ちよく履けるっていうことですよ ね、 はい。実はこの布通り、今今日ね、大きいのから小さいのまでいろいろ各種持ってきていただいてるんですけど、なんか子どもさんたちの布通りも編んでいて、保育園児にプレゼントされてるって聞いたんですけど、その辺ちょっとお話いいですか？あの、それじゃあの、ごめんね島津さん、ちょっとこっち戻ってもらっていいですか？はい、あの老人ホームへね、あの靴、老人が靴じゃなきゃダメだということで、保育園にあの持っていくことにしたんですけれど、うんうん、あの保育園のその喜ぶ子どもの、ね、姿を見て、じゃあ続けてやろうと、うんうん、で私たちみたいな年配者でも、うん、やっぱりあれだけ喜んでもらうということはもう必要とされているというね、うんうん、そういうその気持ちが何とも言えない、うんうん、だからこれからもやっていこうと、うん、そういう気持ちになりますね。ああ、そうなんですね。松代中の保育園児さんにプレゼントされてるって聞いたんですが、何人分でしたか今年は？で、ね、129人。129人ということは1年間かけて129足を編みためるということですか？そういうことですね。それはまた大変じゃないですか、うん、宮尾さんどうですか？大変で大変で今年でやめようね、今年でやめようねって言いながら保育園に行くと喜ばれて ね、 ね、 本当にね、もうね、あ、ゾリ来たぞ、ゾリ来ただって、もうね、もう喜んじゃってやめらんな い、 やめらんない。先生に来年もお待ちしておりますなんて言われるとね、こりゃダメだね、やめらんないねって言ってね、うん、で毎年こんな風に続けております。あ、そうですか。なんかね、その布通りをプレゼントに行く時もね、先生に、はい、何人分持ってきました、うん、子どもさんにあげてくださいではなくて、そうじゃないです、あの、ね、皆さんがやっぱり保育園に行かれて、 そこで交流もされてるんですよね。そういうことですね。ちょっとその交流の様子もぜひ聞きたいです。私は、うん、あの、まあ、こんにちはって行きますよね、うんうんうん、この保育園は何人っていうと、それ、まあ、持ってこんにちはって行きますね。そうすると子どもたちがね、もう椅子に座って待ってるんです、うんうん、先生がちゃんと10人だら10人座らせて待っててくれるんですよね。でそこへ行って、草履をこう前で並べるんです、こういうふうにね、うん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 、そして子どもたちに自分の好きな色とか、うん、そういうのを
選んでいいよって最初に言うんですね、うんうん、そうするともう先生の精神も聞かないでね、うん、うえーって言って、うん、争奪戦ですね。争奪戦で、うん、喧嘩にはなったことがないね、うん、喧嘩にはならないね。それで自分たちがその気に入ったのを持つともう、うん、わわわわって言うと、うん、今度は草履と、うん、草履じゃなくて靴と、うん、それからあの靴下を脱いで履いてみるんですね、うん、そうするとここがねどうしてもあのきついのが、うん、まあ、あるわけですよね、うん、そしたらきついのはここのおばちゃんちのところに持ってきなさいって言うと、うん、きつくてダメだよとかって言いながらね、うん、持ってくるんです、うん、それをちゃんとその場で足に合わせて、うん、もう一回を立ててやって、そこでね、そうなんです。でね、まあ、とりあえずそのなんていうんですかね、広告の硬い紙があったらそれで飛行機を作るんですね。うん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 、で飛行機もそのタコ飛行機とか、うんうん、なんとかこんなような四角いのとかいろいろ持ったり、うんうん、秋にはどんぐりを拾いに行って、うんうん、どんぐりでコマ作るんですね。うんうん、でそのコマを持っていく。それからあの紙コップ、お茶なんか飲むあの。うんうんうん、はいはい、紙コップを、ね、捨てないで洗って取っといて、割り箸も捨てないで洗って取って火に消毒させておいて、それで今度ヘリコプター作るんですよ。コップで2つで、うんうんうん、それを持ってって、まあ、子供と遊ぶわけですけれども、布造りを履いて、履いて手作りのおもちゃを持ってって、持ってって遊んでたっぷり氷を取るわけ。そのおもちゃは、うんうん、あの宮尾さんのご主人が作ってくださるんですけれども、ですからね、このなんとなく家族ぐるみで、家族ぐるみで、あのそのなんとか園の子供たち、園児を楽しませたいと、そう思ってやった。そうなんですね。もう本当にあのあれですね、布造りを履くのがこうもうね、体にもいいし、足にもいいし、健康にもなるし、子供たちのもう健康を願っているっていうのもプラス、また子供たちをね、喜ばせようっていう、そういう売ってないね、はい、売ってないおもちゃで、いいですね、ゲームと全然違うというところ、ね、だからこそやめられなくなってしまったということでね、はい、じゃあまた来年の3月にはまた同じようにプレゼントに行かれるということなんですね。あ、そうだ、実はあのあれでしたね、園児さんからこんなお礼のものも、はい、いただいてるんですよ ね、 これをね、うん、くださる、これを指導した先生は本当に大変だなって ね、 ね、本当に頭が下がります。写真がね、ここにもね、いくつかね、貼ってありますもんね、はい、必ずいろんなプレゼント用意しておいてくださる、はい、歌を歌って、はい、ね、そして感謝の気持ちを表してくださるんですけど ね、 ね、はい、本当に嬉しく思ってます、ね、はい、じゃあまたね、大きな元気もらって、大きな元気も、はい、いいですね、はい、じゃあちょっともう時間も来たようですので、うん、最後に一言、この、ね、青木さんから皆さんへの、今日見ていらっしゃる皆さんへのメッセージを一言お願いします。あの私たち、あの年配になりますとどうしてもうちに閉じこもりがちなんですけれども、あのここへ出てくるといろんなあのつまらない話もあるでしょうけど、あの新しい情報も あったりして、あのとにかくおしゃべりができるということが、あの最高にいいっていうこと、そしてこういうふうに喜んでもらえるっていうことは、さっきも申しましたけど、必要とされているという、そういうことがやっぱり若々しくいられることじゃないかと思いますので、あのこの会が大変いい会だということをお話ししたいと思っています。はい、じゃあぜひ、ね、今日見た方々も赤い花の会に、ね、入っていただけるといいですね。入ったらなるべく続けていただく、続けてね、はい、はい、じゃあ、最後は皆さんに向かって、赤い花の会に入ってねでさよならをしたいと思います。では皆さん、赤い花の会に入ってね、よろしくお願いをいたします。昔は照れくさかったけど、今は
さて、三田さん、はい、来週は、うん、三田さんパーソナリティ、はい、あら、はい、いやー、毎日毎日大変だね。ゲストは同じ？いや、違う。あ、違うか。ゲストは今日ね、うん、こういう方、うん、正源山の丸山祖光さんって、よく読めた。乾杯あるじゃないの。そうはい、ということで、はい、乾杯を見ながら、うん、見ながらね、行きました。やります、はい、でね、このね、宝泉寺さんっていうお寺さん、これね、まあ、真っ白でもね、ツツジのお寺で有名なんですよ。うん、それとね、あと何本ぐらいあるの？ああ、そうか、ちょっと突っ込みだけない。はい、それは聞くんですよ。はい、突っ込み入れちゃいけない。はい、はい、それとね、はい、イノシシも出るって言ってましたね。イノシシかかってるんじゃなくて、ね、飼ってんじゃなくて、飼ってるんじゃなくて、遊びに来る、野生が遊びに来るって言ってました。食べちゃうね。でね、あとお地蔵さんのあれでね、お祭りでね、コンサートもやるんですって。どんなコンサート？あのね、インドのね、音楽やったりとかね、ジャズやったりとか、舶来品なら、日本は日本のこととか、あとね、そこまでまだちょっとやらなかったの。あのフォークなんかもやるって言ってました、ね。だからそんな話もね、ちょっとお聞きしてやるなと思って。はい、すごいですね。ね、なんかいろいろことをやっているいらっしゃるので、はい、お寺なのに。お寺です。まあ、ちゃんと住職さん務めてるの？うん、ですよ。バリバリですよ。あ、うん、コンサートやっててね、お寺の仕事しなかったりみたいなね、うん。そう。はい。そういった話もちょっとお聞きしてみようかな。そういうことで。来週楽しみですよね。と思います。わかりました。はい。皆さんじゃ頑張って。はい、わかりました。わかりました。それでは、来週しゃべくります。お楽しみに。しゃべくり松代、また見てね。